サイコロジカルホラーは、精神的、感情的および心理的状態に起因する恐怖により、読者、視聴者、またはプレイヤーを脅かす、妨害する、または不安定にする、ホラーフィクションのサブジャンル。それは、しばしば、サイコロジカルスリラーと重複し、設定やプロットのサスペンス、ドラマ、アクション、ホラーを高め、不気味な感覚を提供するために、不安定で信頼できない、 悲惨な状況を表現している。いくつかの成功したビデオゲームのフランチャイズは恐怖を作り出す主要な形態としてサイコロジカルホラーを採用した。最もよく知られているのはサイレントヒルである。他のサイコロジカルホラーゲームにはドキドキ文芸部、アムネジア、ザ・ダーク・ディセント、アウトラストにエイリアン・アイソレーション、ソーマ、マイハント、アイビー、ノクターン、コンデムド、 クリミナルオリジンズ、サイコブレイク、サイコブレイクに、アラン・ウェイク、レッドシーズ・プロファイル、エターナル・ダークネス招かれた13人、クライオブ・フィアー、ザ・サファリング、アンナ、ローン・サバイバー、ヘルブレード、セヌア、エス・サクリファイス、そして部分的に、ダーク・ソウルズ、デッド・スペース、F ・ E ・ a r ザスワッパーまた、ザ・ラスト・ドアが挙げられる。ありがとうございます。